皇帝は帝国の世襲の君主。王の中の王、君主国の君主の称号。真の始皇帝が初めて称した。皇帝という君主号には唯一神の意味や模倣、戦勝も存在し、一神教では人間が崇拝すべきは唯一神という唯一の皇帝、宇宙で唯一の正当な王者、全人類の皇帝のみであるとされている。 現代まで在位が続くイスラーム系君主号、スルタン・サルタンは、家に先制的意味があり、皇帝エンペラーとも訳される。皇帝の復権を目指す運動は、イスラーム帝国主義と同調している。日本では皇帝と天皇が併用されていたが、1936年には天皇に統一された。王の中の王としての皇帝は、王権の範囲が、 共同体や部族、氏族連合を超える帝国と結びついており、国際関係を帝国の秩序に組み込む観念と不可分と言える。帝国主義という言葉の語源は皇帝国家であり、中西治の学術論文によれば、インペリアリズムは19世紀末頃まで、プラスのシンボルだった。インペリアリズムの日本語訳は、国家や役者によって、政治的に異なり、帝国主義、 帝政、帝政、皇帝政、皇帝制度などと訳されている。インペリアリストは帝国主義者、皇帝支持者、帝政主義者など。王に対して皇帝は、いくつもの異民族を包括する普遍的な国家の主張である。皇帝は、本来、一つの部族、民族の主張としての王より、上位の普遍的支配者と考えられた。ただし、漢字の王や、 英語の、キングが、帝王、皇帝を指すこともあり、特に先頭の、k が大文字である、ザ・キングは、唯一神、王の中の王、皇帝なども指す。例えば、ザ・キング・オブ・イングランドは、英国皇帝とも訳される。ヨーロッパにおける皇帝の概念は、その語源が古代ローマの元首の称号、インペラトル及び、カエサルであるように、 古代ローマ帝国の原始政治との結びつきによって生まれた。中国では旗の始皇帝から歴朝の天使の尊号として用いられた。始皇帝の創始した皇帝は東アジアの立地域に拡大、継承され、日本の天皇もこうした概念拡大の系統に属する。日本の天皇号は中国を統一した随王朝の国際秩序の中で、 朝鮮半島の三国との国際関係から自らを大国と位置づけることによって成立したとされる。女性の皇帝を女皇や女帝という。女帝は女性の皇帝、帝王、天皇、女王などの君主を指す。皇帝、天皇の配偶者は皇后、皇妃。なお、将の王や皇帝は唯一神をも意味し、一神教で唯一神は皇帝。 唯一の皇帝、真の皇帝等とみなされている。皇帝の称号は皇帝権から派生して、その模倣や戦勝としても使用されるようになった。君主は王、帝王、天使、皇帝、君などとも言う。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典によれば、君主とは、伝統的には国家において特定の一人が主権を保持する場合の、 その主権者だが、立憲君主制が確立していくと,とともに、君主の権能は制限されていく傾向があり、君主は君臨すれども統治せずという表現は、イギリス君主のような名目か象徴かを表している。この原理は、日本国憲法下の天皇やベルギー憲法下の国王にも共通すると言われるが、両憲法は国民主権に立脚するもので、 君主の名目化、象徴化が最も進んでおり、もはや、君臨すると言えるかどうかさえ疑問であるとされている。国史大辞典では、法政上、象徴天皇は、君主ではないとされている。日本大百科全書によれば、天皇に、通常の立憲君主の権限はなく、法律用語辞典によれば、象徴天皇と、元首天皇は別となっている。日本における、 皇帝号の使用し、韓国併合に関する条約に関する、李寛洋への全権委任状。文中に、大日本国皇帝陛下と書かれている。古代の日本は、中国の三皇の一つ、天皇を和名の君主号、スメラミことに当てた。歴史学者の間では、天皇という称号の出現は、天武天皇の時代とする説が有力である。天皇号の使用は、 607年、聖徳太子が、隋の容体に送った手紙において、隋との対等を表明するため、ひいずるところの天使や、東の天皇と記したことに由来し、663年の、白月の絵の戦いにおいて、唐、白木連合軍に敗れたことで、明確に、唐と対等の独立国家であることを主張するために、取られた方策であったと考えられる。 701年の大法律令の犠牲令と公式令において天使及び天皇の称号とともに会に対する称号として皇帝という称号も規定されている。称するものとして規定されているが、会の意味については内国及び諸外国と会する説と中国その他の諸外国と会する説が対立していた。実際、 律令を制定した文武天皇期に白木国王に対して出された国書で天皇号が使用された事例がある。天皇と異なる用法での尊号としては758年に順任天皇が即位した際上位した皇権天皇に法事聖徳皇権皇帝皇権の父聖武天皇に勝田から関心聖武皇帝の尊号が送られている。また翌年には 純仁天皇の父である、舎利神皇が、須藤尽隆史皇帝と、追放されている。文武天皇といった今日使われている、漢風志号は、聖武及び、貢献を除き8世紀後半に、近江の御船が選んだことに始まるため、その直後に完成した、俗日本紀では原則として牧名に、天皇の和風志号が用いられているが、後見天皇のみ、巻、第18から、 巻、末期第20まで、法事聖徳貢権皇帝の官風尊号で、記載されている点で得意である。なお、重祖した巻、第26から、巻、第30では巻名に、高野天皇の和風の号が用いられている。近世以降の西洋においては、日本に関する最大の情報源である、エンゲルベルト・ケンペル著の、日本史において、徳川将軍は、世俗的皇帝。 天皇は、聖職的皇帝と記述され、両者は共に皇帝とみなされていた。その一年前に出版された、ガリバー旅行記においても、主人公のガリバーが、江戸で、日本の皇帝と越見したと記載されている。安政三年の日米和新条約では条約を、締結する日本の代表、すなわち、徳川将軍を指す言葉として、ザ・オーガスト・ソブリノオブ・ジャパンとしている。 これは、大神帝国皇帝を指す、ザ・オーガスト・ソブリン・オブ・タ、ツイング・エンパイアーと同じ用法であり、アメリカ側は将軍を、中華皇帝と同様のものと認識していた。しかし、日本の政治体制が知られるようになった。安政5年以降、徳川将軍が称していた、外交上の称号、日本国大君から、大君と表記するようになった。一方で、天皇は帝、三代理、 天皇などと表記されていた。慶応4年1月15日、新政府が外交権を掌握すると、兵庫港で各国外交団に天皇号を用いるよう伝達し、外交団もこれに従った。しかし、外国君主に対する国王号の使用が外交団から反発を受け、皇帝号を使用するよう要求された。日本は皇帝は、 中国の号であるから温当ではないとし、各国言語での呼び方をそのままカタカナで表記する方針を提案したが、各国外交団はあくまで皇帝の使用を求めた。このままでは国家対等の原則から外国君主に対しても天皇号を用いなければならない事態に陥る可能性もあった。結局明治3年8月の外交処方の制定で、 日本の天皇は、日本国大天皇とし、諸外国の君主は、大皇帝と表記するよう定められた。明治7年7月25日の大上官たち第98号で、この方針は確認され、条約締結を行った、君主国の君主はすべて皇帝と呼称することが法制化された。ただし実際には、この措置は王国に限られ、ルクセンブルク大皇、モンテネグロ皇、 ブルガリア公モナコ公等、公国の君主に対しては、太公もしくは公と呼称されている。ただし、李氏朝鮮との関係では、朝鮮を自主の国としながらも、作法関係を否定することを恐れていた。朝鮮側を考慮し、君主や国王の称号を用いながらも、陛下や直など皇帝と同様の用語を使用していた。日清戦争後、 朝鮮が国語を代官と改め皇帝を称するようになると皇帝の称号が正式に使われるようになった。しかし明治4年に清と締結された日清修好条記では両国の君主称号は表記されていない。これは清側が天皇号を皇帝すら尊崇する参考語、帝の一つ天皇氏と同一のものであるから。 君主号とは認められないと難色を示したためであった。明治6年1月頃から次第に外交文書で皇帝の使用が一般化するようになったが、これは対中国外交で天皇号を用いていないことが再び称号に関する議論を呼び起こすことを当時の政権が懸念したためと推測されている。この時期以降、外国からの条約文などでも帝や 天皇の使用は減少し、エンペラーが使用されていくようになった。これ以降、天皇号の他に皇帝号の使用も行われ、民選の主義憲法や、元老院の日本国憲案などでも皇帝号が君主号として採用されている。また、陸軍法の三軍管制や、師団司令部条例でも皇帝号を用いている。政府部内でも統一した見解はなかったが、 明治22年の皇室天板制定時に伊藤博文の裁定で天皇号に統一すると決まり、大日本帝国憲法でも踏襲されている。伊藤は外交上でも天皇号を用いるべきと主張したが、同年5月に枢密飲書機関長の井上武氏が外務省に対して下した見解では、大法令を根拠として外交上に皇帝号を用いるのは、 古来からの伝統であるとしている。井上は、議長の指揮を受けて回答したとしているが、この当時の数密院議長は、伊藤である。この方針は広く知られなかったらしく、後に、陸軍も、同内容の問い合わせを行っている。大正10年4月11日の大正10年直例、第38号で、外国君主を皇帝と記載する。 大乗官たちは廃止されたが、以降の条約等でも、国王や天皇に対して皇帝の章が使用されている。国内使用では、ほとんどの場合が天皇号が用いられたが、日露戦争戦線章直など一部の章書、法律で皇帝号の使用が行われた。大正期までは特に大きな問題とはならなかったが、昭和期になると、国体名調運動が活発となり、 昭和8年には、外交上も、天皇号を用いるべきとの議論が起きた。外務省は、条約の法約に対してのみ、天皇号を用いるが、特に発表はしないことで解決しようとしたが、区内省内の機関紙の記事が新聞社に漏れ、昭和11年4月19日に大きく発表を行わざるを得なくなった。ただし、外国語においては従来通りとされた。 初めて皇帝を名乗った始皇帝中国の皇帝は中華の歴史、思想と密接に関係している。皇と帝皇という漢字は字と王の合字であり伝説的な人類最初の王を意味している。中国の伝説で最初に中国を支配したのは三皇であるとされている。帝という漢字は元来。 三本の背の中央で束ねるという意味だが、宇宙のすべてを束ねる、四上神という意味で陰台に用いられるようになった。陰王は、祖先や、三賀などを神として崇めていたが、より上位の神を崇めることが生まれ、帝あるいは、上帝と呼んだ。皇帝の東上院、登場陰、衆の君主は、王を称した。衆王は、地上世界を治めるべく、天命を受けた天使とされた。 衆の封建制のもとで諸侯は領地を治め、最高位の借位は公が与えられた。しかし、衆王朝が衰えると南方の諏訪江が自国の君主の称号として王を使うようになり、戦国時代に入ると他のかつて衆王朝に従っていた諸侯も王の称号を使うようになった。以降は王は国を治める君主の号として定着した。このような背景から、 旗王政は、他の国を滅ぼした後、天下を治めるにふさわしい損傷として新たに皇帝を称した。これが、真の始皇帝である。官庁以降もこれを継承した。王以前の君主の称号として、皇というものがあったということが考古学的発見や文献学的研究からわかっている。王が君主号として用いられて、以降は、 皇は君主に準ずる存在に対する称号となった。君主の日や母親は君主に準ずる存在とみなされ、皇后は皇帝の日、皇太后は皇帝の母親を意味することとなり、皇は元義を離れて、妃の意味で固定化された。陳という言葉は、もともと広く自称の言葉として使われていたが、始皇帝は陳を皇帝専用の自称とした。他にも、 生、生などの皇帝専用語も策定した。皇帝の定着始皇帝は、自身から始めて二世、皇帝、三世皇帝と続かせる意図であったが、その死後は、反乱が相次いだため、旗の皇帝は二代で終わった。始皇帝から数えて三代目の英子英は、始皇帝死後の反乱によって、中国全土を支配することができなかったため、単に王と称した。 反乱を起こした者たちもまた、次々と各地で、王を称した。中でも、戦国時代の相の末裔である、神は、皇吾、劉邦などの助けもあり、旗を滅ぼした後に、各地に並び立った王よりも一段上の称号として、帝の称号を名乗った。その後、義邸を殺した皇吾は、清楚の覇王を称した。皇吾を倒した劉邦は、勘の、 皇帝に即位し、以後、歴代の中国の支配者は皇帝を名乗るようになった。さらに劉法は、一族や皇姓を王として各地に封じた。これにより皇帝が王を封じるという図式が成立した。また、帝は皇帝の略として広く使われるようになった。ただし東大には、皇宗が皇后不足天の影響で、 天皇大帝という別称を採用した時期もあった。中華思想では皇帝は地上の支配者として天命を受けたものであり、周辺諸国の君主よりも上に立つものとされた。皇帝と周辺諸国との交流は、周辺諸国の君主が皇帝の徳を慕って施設を送り、皇帝がそれを認めてその君主を王として作法するという形をとった。 中華の秩序の上では、近代的な国境という概念はなく、従って皇帝の支配する領域という意味での帝国という言葉も使われなかった。皇帝の乱立三国時代、中原を支配した、義のみならず、呉れ、諸国の君主もそれぞれ皇帝を称し、五個十六国時代や五代十国時代など、中央の王朝の力が弱まった時代には、周辺の勢力の君主も、 皇帝を名乗るようになった。南北朝時代には二人以上の皇帝が同時に存在した。軍事力に劣った北宋の皇帝は北の異民族王朝である両金の君主を皇帝と認めた上で自らを書く上に位置づけ、かろうじてメンツを保たざるを得ず、中国君主が地上の唯一の皇帝であるという東アジアにおける理念を自ら覆した。 金と南宋に至っては、南宋の皇帝の方が隠したという位置づけになってしまった。また、中国の皇帝の作法体制にない、日本の天皇のような君主は、自らを皇帝として、周辺諸国に君臨した。朝鮮の高麗朝の早々期やベトナムの元朝のように、中国王朝に朝考しながら、国内に向けては密かに皇帝を称することもあった。 近代には日本と清との間で下関条約が締結された後の1897年朝鮮国が真の作法体制から離脱したことを明らかにするために王を皇帝に改め国王を大韓帝国とした例があるナポレオン・ボナパルトが1804年に国民投票によってフランス皇帝となるまで長きにわたって ヨーロッパにおける皇帝の称号は、ローマ皇帝の後継者としての称号であった。ヨーロッパ諸国で皇帝を意味する単語は、ローマ帝国の支配者の称号が起源である。原種制初代ローマ皇帝、アウグストゥス帝政ローマの最高支配者となった、ガイウス・ユリウス・カエサル・オクタウヤヌスは、皇帝において、最初の、ローマ皇帝とされる。しかし、彼は、 建前としての共和制を遵守する立場であり、大きな権威と権力を主中にしながら、共和制下のローマでは、伝統的にネガティブなイメージを帯びていた、王の称号を採用せず、代わりに、共和制時代から存在する感触や権限を一身に兼ねるという形をとっている。そのため、ローマ帝権は、多数の称号を身に帯びることになった。中でも特に重要な称号が、 インペラートル、カエサル、アウグストゥスの三つである。インペラートルは、英語のエンペラーやフランス語のアンプルール、トルコ語のインパラトールの語源であり、皇帝と訳される称号のように認識されているが、そのまま当てはめることはできない。インペラートルの語源であるインペリウムは、命令権や支配を意味し、王政期には王権の一部だったが、共和政期には軍式権を意味した。 インペラートルはこの後に由来し、命令者を意味する。そのため将軍を指す称号の一つとなり、外戦式に際しては兵士たちが将軍に呼びかける、際の損傷として用いられた。したがって、共和世紀にはインペラートルが同時に複数存在することもあった。共和世後期になると意味が広がり、ローマの支配権や支配領域を指して、 インペリウムというようにもなった。このように、ローマのインペラートルとインペリウムは、必ずしも君主制を前提としてはおらず、語源は同じでも、帝国の支配者イコール皇帝に対して用いることを予定したものでもなかった。この特徴は、ローマ滅亡後の後代にも引き継がれ、皇帝のいない国を帝国と呼ぶ養蜂などが生まれることとなった。カエサルも、 また皇帝の称号の一つであり、ドイツやロシアなどで用いられた称号の語源である。カエサルは、本来、ユリウス氏族に属するカエサル家の家族名である。ここの出身であるガイウス・ユリウス・カエサルが、終身独裁官となり、その養子となりカエサル家を継いだオクタウィアヌスによって、帝政が開かれたことから、皇帝を表す名の一つとなった。 後のディオクレティアヌス帝の時代には、副定を意味する称号となり、世紀の国主号となった。アウグストゥスは、尊厳者を意味し、元はオクタヴィアヌスに送られた添え名である。権利的には重要な称号だが、命令権や血統とは直接関係ないものだった。しかしながらオクタヴィアヌスがこの名を送られた、紀元前27年1月16日が、 歴史的に、帝政開始の日とされること、以後すべての後継者が帯びる称号となったこと、インペラートルやカエサルと異なり、ローマ皇帝以外に保持者のいない称号であること、ディオクレティアヌス帝の時代には、正規の皇帝号になったことなどから、ローマ皇帝を指す最も重要な称号として認識されている。また、単に、アウグストゥスといえば、前述の初代ローマ皇帝アウグストゥスを指す。 先生君主制ローマ皇帝ディオクレティアヌスは293年に広大な領土を東西に分け、二人の政帝と二人の副帝が共同で統治する四分子制を導入した。ここでアウグストゥスが政帝、カエサルが副帝の称号となった。以後、東西の帝国が統合したり分裂したりを繰り返し395年に皇帝テオドシウス一世が没すると、 テオドシウスの長男アルカディウスが帝国の東の聖帝に、次男ホノリウスが帝国の西の聖帝になった。東西のローマ帝国における皇帝については以下で述べる。皇帝レオオン六世の同化裏理面には、レオンエン、シータエオバセレブスロメオンローマ人のバシレウスと書かれている。キリストに加冠される皇帝コンスタンティノス七世の造下浮き彫り。 コンスタンティノスの上にギリシア語で、コンスタンティノス、神に、アウトクラトール、キリストとコンスタンティノスの間に、ローマ人のバシレウスと書かれている東ローマ帝国では、皇帝の称号は、王朝の交代はあったものの、1453年に、東ローマ帝国が滅びるまで、代々受け継がれた。東ローマ帝国では、7世紀以降公用語が、ラテン語から、ギリシア語となった。 皇帝を表す称号としては、元は、アケメネス朝、サーサーン・アサのシャアを指したギリシア語である、バシレウスが用いられた。これは、7世紀の皇帝、ヘラクレオスが628年にサーサーン・アサ、ペルシャ帝国を下して、首都コンスタンティーノポリスへ外戦した時に、キリスト教徒のバシレウスと名乗ったことによる。この、バシレウス・シャアには、 昭の王という意味を含んでおり、ローマ帝国の皇帝であると同時に、昭の王であるという宣言であった。これによって、東ローマ帝国の皇帝は、古代のローマ皇帝とは異なって、君主としての意味が強くなり、このことは、西洋の皇帝にも大きな影響を与えた。また、キリスト教家の信仰によって、皇帝は、神の代理人という位置づけがされ、宗教的にも、 大きな権威を持つ存在となった。ただし一方で、定位の正当性は、元老院、軍隊、市民の衰退によって示される、という古代ローマ以来の原理も残され、定位は必ずしも世襲されるとは限らなかった。このあたりに、東西の文明が融合した東ローマ帝国の特徴を見ることができよう。他に、皇帝の称号としては、アウトクラトール。 セバストス、キ、シグマイプシロンベータアルファーシグマタウなどが用いられた。西ローマ帝国が滅亡した際、ゲルマン人傭兵隊長をおどわけるが、西ローマ皇帝位を東ローマ皇帝ゼノンに変換していたため、西ローマ帝国の滅亡後は、名目上、東ローマ皇帝が、ローマ帝国全土の皇帝であった。こうした経緯もあってか、一時は、 イタリアやイベリア半島の一部にまで及んだ東、ローマ帝国の勢力が後退した後も、唯一の正当なローマ皇帝として単に、ローマ人の皇帝と名乗り、東ローマ皇帝という呼び方は使われなかった。また、後に、フランク・オーカールやブルガリア・オシメオン、ドイツの王たちが、ローマ皇帝を名乗った際は、東ローマ皇帝は彼らを皇帝としては、認めるが、 ローマ人の皇帝としては認めない立場をとり、あくまでも自分だけが唯一のローマ皇帝であると主張した。この他にも東ローマ帝国を一時滅ぼした第四回十字軍が建国したラテン帝国や、それによって亡命した東ローマの皇族たちが建てた、ニカイア帝国、エピロス先生公国、トレビゾンド帝国の君主も、東ローマの正当な後継者であることを示すために、 皇帝を称した。亡命政権にカイア帝国は1261年にラテン帝国を滅ぼし、ミカエル8世、パレオロゴスがコンスタンティノポリスにおいて改めて皇帝に即位し、東ローマ帝国の復活を果たした。東ローマにおける皇帝権はこの後も継承されたが、国威は振るわず、15世紀には帝国は首都コンスタンティノポリスと、 わずかな俗領だけに押し込められてしまった。1453年、オスマン帝国によってコンスタンティノポリスは攻略され、最後の皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスは戦死。ここに、アウグストゥス以来約1500年にわたって受け継がれてきた、ローマ皇帝の政党は消滅したを名乗った者もいるが、一時的なものに終わった。カール大帝の 西ローマ帝国476年に西ローマ帝国が滅びた後の西ヨーロッパに対しては前述のように東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスにいる皇帝が全ローマ帝国の皇帝として総主権を主張し6世紀の東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世の時代にはイタリアやイベリア半島の一部を東ローマ帝国が征服した このため、西ヨーロッパ諸国やローマ教皇は、コンスタンティノポリスにいる皇帝の総主権を認め、その進化とならざるを得なかった。ゲルマン人に布教を進めて、ローマ教会の勢力を拡大し、大教皇と呼ばれた6世紀末のグレゴリウス一世でさえも、それは同じであった。実際、7世紀の教皇マルティヌス一世のように、 協議をめぐって対立した東ローマ皇帝コンスタンス2世によって逮捕され、流刑に処せられた者も,もいたほどであった。しかし7世紀以降、東ローマ帝国はイスラム帝国やブルガリア帝国などの攻撃を受けて弱体化したためにイタリアでの派遣を維持できず、また、ローマ教会とは製造破壊論争などの協議の問題や、 教会の主意をめぐるローマとコンスタンティノーポリスの争いなどで対立を深めるようになった。このため、ローマ教会は東ローマ帝国に代わる新たな後ろ盾を必要とするようになった。797年、東ローマ帝国で皇帝コンスタンティノス6世の母、エ霊レーネーがコンスタンティノスを廃位し、自ら女帝として即位するという事件が起きた。 これを機に、ローマ教皇レオ三世は、コンスタンティノスの範囲によって正当なローマ皇帝は、耐えたとして、800年に、国力の身長を著しいフランク王国の、国王カールに、ローマ帝国を統治する皇帝の称号を与えた。これが、カール大帝である。ただし、カールは、自分の皇帝位に満足せず、東ローマ帝国に、 自分の皇帝位を承認してもらうための運動を粘り強く言った。その結果、812年になって、東ローマはカールを皇帝ではないとして承認した。以後、西ヨーロッパの皇帝は、西ローマ皇帝の後継者、キリスト教の守護者の意味を持つようになる。また、本来ローマ皇帝は、元老院、市民、軍隊によって選ばれるものだったのだが、 カール大帝の大官の経緯は、ローマ教皇が皇帝の任命権を主張する根拠ともなった。神聖ローマ帝国カール大帝以降のフランク王による帝位の継承は一世紀余りで途絶えてしまっていたが、962年に東フランク王夫一世は、ローマ教皇ヨハネス12世から皇帝の冠と称号を受けた。ここに復活した帝国は、 大空意時代を経て、いわゆる神聖ローマ帝国となる。以後、皇帝の称号を帯びるためには、ローマ教皇の承認を得なければならず、それまでの帝国君主は、ローマ王を名乗った。時代が進むにつれ帝国は、諸皇の緩い連合体に変化し、皇帝の権力も弱まっていった。1356年にカール4世は、金印直書を発布し、先帝皇が、ローマ王。 ひいては皇帝を選出するようになり、ローマ教皇の干渉を受けなくなるようになった。1438年に、ハプスブルク家のアルブレヒト2世が選出されてからは、女性当主のマリアテレジアの例外を除いて、ハプスブルク家が皇帝位を独占するようになり、皇帝は、帝国の最有力諸皇である、オーストリア大公のハプスブルク家が帯びる名誉称号に、近いものになった。 特に三十年戦争以後は、各諸公領はほとんど独立国家同然となり、皇帝とは、名ばかりの存在になっていった。この頃には、ドイツ人の帝国もしくは単に、帝国と名乗ることも多かった。皇帝も、ローマ皇帝ではなく、ドイツ皇帝と称するようになる。1806年、フランツ二世が、帝国の解散を宣言して、新生ローマ帝国は、 名実ともに滅びた。スペインフランス皇帝ナポレオンとローマ皇帝の消滅アウステルリッツの三帝回戦ではフランス皇帝、オーストリア皇帝、ロシア皇帝と三人も皇帝が一堂に会した。もはやカール大帝以来の全キリスト教世界の守護者、ローマ皇帝の後継者としての皇帝の意味はほとんどなくなった。フランスでは フランス革命によって共和制が成立した後1804年にナポレオン・ボナパルトが議会の議決と国民投票によってフランス人の皇帝ナポレオン一世となった。皇帝号の採用は革命によって廃された国王号の機秘の他に古代ローマの皇帝が共和制下の市民によって衰退された点を踏まえたものと言える。この時に 西ローマ帝国の継承国家は神聖ローマ帝国である必要もなく皇帝がドイツ人である必要性もないという当然の事実が明らかになり神聖ローマ帝国を支える帝国議会に代わりライン同盟が結成されたナポレオンの皇帝即位を神聖ローマ皇帝フランツ2世は承認しさらに自らは神聖ローマ皇帝くらいから退位し 神聖ローマ帝国を解散し、オーストリア皇帝フランス一世を名乗った。ナポレオンはオーストリア皇帝を承認した。これは、ハプスブルク家が名乗る神聖ローマ皇帝位が単なる名誉称号と化していた事実の繁栄であるとともに、ハプスブルク家がハンガリーなど神聖ローマ帝国の領域外に支配領域を広げ、強固なハプスブルク帝国を築き上げていた。 事実の反映でもあった。ナポレオンのフランス皇帝即位とフランス一世のオーストリア皇帝即位により、ヨーロッパに複数同時に存在することが受け入れられたことで、カール大帝以来の全キリスト教世界の守護者、ローマ皇帝の後継者としての皇帝の意味はほとんどなくなった。これにより、西ヨーロッパの伝統的な理念に基づく皇帝は消滅し、 ナポレオンが没落した後も蘇ることはなかった。これと前後して、西欧からは単なるロシアの大公とみなされていたロシア皇帝も、西欧諸国からも正式に皇帝とみなされるようになったが、東ローマ帝国の後継者という元来の意味は忘れ去られた。19世紀の皇帝と西ヨーロッパ的皇帝の消滅19世紀には、 皇帝ナポレオンに習って、中南米に、信仰の皇帝が生まれた。ハイチでは1804年の独立時にジャンジャック、デサリーヌが、1849年には、フォースティン・エリス・スルークがそれぞれ、ハイチ皇帝に即位し、特に、スールークはクーデターで打倒されるまで、フォースティン一世として、圧政を敷いた。メキシコでは、アグスティン・デイトルビデが1822年に皇帝に、 即位したが、翌年に廃位された。1864年には、ハプスブルク家のマクシミリアン大公が、メキシコへ干渉したフランス皇帝ナポレオン3世によって、メキシコ皇帝マクシミリアン1世に担ぎ上げられたが、在位わずか3年で、革命軍によって捕らえられ、処刑された。ブラジルでは、1831年に、ポルトガル王女案6世の王大,大使で、 ブラジル摂政だったペドロが、ポルトガルから独立したブラジル帝国の皇帝ペドロ一世となった。ブラジルの帝政は、中南米の他の帝国とは異なり半世紀以上にわたり持続したが、1889年、第2代皇帝ペドロ二世の時に革命が起き、共和制になった。ヨーロッパでは1852年から1870年まで、 ナポレオン一世のイルイナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝ナポレオン三世を称し帝政を敷いた。また1871年にはオーストリアを除くドイツを統一したプロイセン王国の国王ビル・ヘルム一世がドイツ皇帝を兼ねドイツ帝国が成立した。第一次世界大戦の終結とともに敗戦国であったドイツ帝国オーストリア・ハンガリー帝国では 革命が起きて帝政が倒れた。また後述するオスマン帝国やロシア帝国でも革命によって帝政が崩壊したためにヨーロッパには皇帝が一人もいなくなりローマ帝国以来のヨーロッパにおける皇帝の歴史は幕を閉じた。この地域の皇帝概念は東ローマ帝国を経由してローマ帝国のそれを受け継いだものである。前述のように東ローマ帝国では 皇帝は、バシレウスと称し、カイサルは副皇帝を示す言葉だったが、東ヨーロッパのスラブ系の言語では聖書に出てくる、賢人や、東方の君主などの称号として用いられるとともに、善良な王を指す言葉として、カイサル由来の、ザーリを用い、東ローマの皇帝をザーリと呼んでいた。ブルガリア帝国と、セルビア帝国東ローマ帝国以外では、920年に、 ブルガリア王シメオンが、東ローマ帝国征服を狙って、ブルガリア人とローマ人の皇帝を称し、以後、第一次ブルガリア帝国と、第二次ブルガリア帝国を通じて、皇帝という称号が使われた。また14世紀のセルビア王国の王ステファンウロシュ4世、ドシャンも東ローマ帝国の征服を機として、1345年に、セルビア人とローマ人の皇帝と称し、翌年には、 セルビア帝国の皇帝として即位した。なお、サーリの称号は、近代ブルガリア王国においてフェルディナントが復活させたが、これは通例王として扱われる。ロシア15世紀に北東ルーシの統一を進めつつあったモスクワ大公国のイヴァン三世は、それまでビザンツ皇帝に対して用いられていた称号サーリを自称し始めた。サーリとは、 ラテン語のカエサルに由来する。1453年に、オスマン帝国によって、東ローマ帝国が滅ぼされると、イヴァン3世は、東ローマ帝国最後の皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスの名ソフィアパレオローグと1472年に、結婚し、東ローマ帝国の文章、相当の和紙も使い始め、モスクワが、東ローマ帝国の後継者であることを位置づけた。 その後、イヴァン3世の孫イヴァン4世は、1547年に、サーリとしての大冠式を執り行い、サーリの称号が正式に用いられ始めた。この頃から、モスクワ大公国は、ロシアツァーリ国という名称を用いるようになった。ただし、それ以前に、ルーシュの人々は、モンゴル帝国の皇族ツが創始したジョチウルスの、ハンオモ、ーリと呼んでいた。 モスクワ大公の、サーリ称号の主張は、東ローマ皇帝の後継者としての意味合いと同時に、ジョチウルスの支配の継承を意図するものであったと見る、説もある。イヴァン4世は1576年、ミコシメオンビクブラトビチに一度サーリーンを譲った後、再び自身が上位を受けるという行動を取るが、この説に立つ人々は、これを、 藩の後継者としての宣言であったと解釈している。ピョートル一世は1721年に西欧式のインペラートルの称号を用い始め、国号を正式にロシア帝国としたが、ロシアの君主は以後もサーリの称号を併用した。あくまで自称であり、西欧諸国からは皇帝とは認められなかったが、前述の通り、 ローマ皇帝の後継者が皇帝を名乗るという建前が、西欧において消滅した頃には、ロシア皇帝も東ローマ帝国の帝位の、後継者という意味が忘れ去られた格好で、西欧諸国からも、正式に認められるようになった。東アジアとヨーロッパの直接交流は、ローマ皇帝、アントニヌスピウスが、菅の皇帝に使者を送ったのが最初であり、この際に、菅の側では、 ローマ皇帝のことを、大神王アントンと記した。その頃の中国は、皇帝は地上に一人のみ、の時代であり、ローマ皇帝であっても、大扱いであった。また、ローマ帝国の側でも当時は、元首制の時代であり、ローマ皇帝が、王より格上であるいう認識、さらには君主であるという認識すら存在しなかった。後に、江戸時代の荒井白石が、著書。 西洋気分において、インペラドールは、漢の帝というのに似ている。レキスは、漢の王に似ている。と記述した。ヨーロッパの皇帝と王を、全漢の軍国政における皇帝と、諸皇王と名ぞらえて、ヨーロッパの皇帝を、東、アジア的な意味での皇帝と同格のものとみなしたわけである。ただ白石の場合、日本の天皇も、中国の皇帝と同格とみなしており、 その自らの思想に裏付けを与える意味でも、中国の皇帝と同格の存在が他にもいた方が、都合がいい、という事情もあったものと思われ、実際に、西洋気分には、インペラドールは、複数存在することが述べられている。イスラム改善に、メソポタミアイランを支配したアケメネス朝、サンサー・ナサのシャアにも、皇帝というわけを用いられることがある。パルティアやペルシアの君主は、 将の王という称号を用い、他の王より格上であると称していた。イスラム世界の君主には様々な称号があるが、その中で巨大な領域を支配していたカリフスルタン、シャーに皇帝の訳を当てることが多い。これに対してマリクには王、アミールには主張の語が定約とされ皇帝と訳されることはあまりない。アミールの上位語にはダイアミール、 アミール・アルム・スリミーン、アミール・アルムがある。オスマン帝国では、第三代君主村と一世の時代に、スルタン号を称するようになったが、オスマン帝国の歴史記録によると、パーディシャーを称する場合が多かった。また、東ローマ帝国を滅ぼした、メフメト二世や最盛期の皇帝である、スレーマン一世は、東ローマ皇帝の後継者を辞任し、 ルームカイセリという称号を用いたと言われている。なお、独裁的強権で知られる、トルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大統領は、かつてのオスマン帝国の皇帝にも似た、現代の皇帝を意図していると、ベイルート筋は指摘している。近年の反ヨーロッパ的な愛国主義の底には、帝国への強襲的感情が根強く存在しているという。イギリスの王は、 ムガル帝国を滅ぼして、インドを植民地にした際、インド帝国の皇帝を兼ねる形をとった。このインド皇帝位はインド独立時に返上された。なお、イギリス帝国とは、16世紀から20世紀半ばまでの、イギリスの広大強力な支配権を指したもので、インド皇帝位に直接由来するわけではない。古代インドにおいては直訳すると大王となる、 マハーラージャが用いられ、グプタ朝島において直訳すると、大王の王となる、独自の皇帝号、マハーラージャディラージャーも存在していた。ヨーロッパ人が訪れる以前に、中南米の先住民が築いた国家のうち、インカ帝国とアステカ帝国は、いくつかの諸国を征服、支配し、広大な領土を持ち、国家連合、連邦のようなものを形成しており、それぞれ、 帝国と呼ばれている。したがって、インカ帝国の君主、サパインカとアステカ帝国の君主には皇帝の語が当てられている。しかし、インカ帝国は南米大陸太平洋側の広大な地域を支配、したが、アステカの場合は、広大といっても現在のメキシコの領域内に過ぎず、またトラスカラ王国という同格のライバル国家も存在したことから、 アステカ王国と呼ばれることも多々あり、その場合は、君主も、アステカ王と呼ばれる。古くは古代エジプトの時代まで遡ることができる。エジプト王は、ファラオと呼ばれ、その家には、神から付与された神聖不可侵のものとされ、絶対的な先制皇帝であるとともに、最高神官も兼ねていた。また、西アフリカのガーナ、マリ、ソンガイの各君主を、 皇帝と訳すことがある。王とすることも多い。エチオピアでは皇帝が先制君主として統治していた。日本の皇室より古い皇室として知られていたが、1974年にハイレセラシエ一世が革命で廃位された。現在は代々アメリカ合衆国に居住しながら皇太子位を接襲している。また、中央アフリカ共和国の大統領だった。 ジャンベデル・ボカサが1976年に皇帝を称し、国名を中央アフリカ帝国としたが、1979年のクーデターにより皇帝・ボカサは失脚し、中央アフリカは共和制に復帰した。神話的物語において高度に優れた主人公は皇帝としての役割を持っていると比較神話学者、ジョーゼフ・キャンベルは言う。 父的存在もしくは、一なる存在者から祝福された、主人公が、その代理役を果たすこともある。皇帝やモーセのように主人公は、皇帝として、人々の間へ帰ってくる。ゾロアスター教支配下のペルシアについての伝記の場合、黄金時代を築いた皇帝は、唯一の世界君主と称されている。一神教では、唯一神が、唯一の皇帝、王の中の王。 全人類の皇帝等とされている。旧約聖書から連なる一神教にとっては唯一なる神が宇宙で唯一の正当な王者であり、人間は神だけを崇拝するべきである。神以外の権力や金銭収集は神の排他的絶対性に背くことであり、偶像崇拝に他ならないと求断される。イスラームを例にとれば、 神以外への崇拝や商業利益追求は、偶像崇拝であり、ジャーヒリアである。特に近代のイスラーム主義運動は、偶像崇拝やジャーヒリアを、無知というより、野蛮として敵視している。ユダヤ教唯一神は、王の中の王、小の王とみなされている。これは、ペルシアやゾロアスター教におけるシャーハンシャーから、影響されている。唯一神は、真の皇帝。 天の主、天の王とも呼称される。旧約聖書の預言者イザヤに従えば、王の中の王や皇帝とは唯一神である。カール・ F ・ヘンリーの研究では、旧約聖書は唯一神を、イスラエルの思考をかつ、宇宙と歴史の唯一の主権者として描いている。キリスト教全知全能なる、王の中の王、皇帝としての唯一神。18世紀前半。 ロシア製造博物館。全能なる王の王、皇帝である唯一神の絵画。ギリシャ、1600年頃。玉座に座す唯一神の絵画。15世紀後半ドイツ、ベスト・ファーレン。唯一神は、宇宙の原始という呼称もされる。宗教学では、ヨハネの目視録に関連する、唯一神と皇帝の呼称を、以下の表として比較している。 このような類似性が存在する、目視録では、唯一神は皇帝である、または、唯一神だけが皇帝を超える価値がある、とされている。目視録は、皇帝の称号としての、神、無視、救世主を否定している。それらの称号は、皇帝ではなく、唯一神の身に属しているというのが、目視録の主張である。しかし、ここには、基本的問題があると見られている。 目視録が反帝国主義的であること、肯定性に反対していることは疑われていないが、これは帝国主義的支配者を唯一神に置き換えているに、過ぎないとも言える。スティーブン・ムーアが述べたように、目視録はローマ帝国イデオロギーに向かって、熱烈に反抗してはいるが、逆説的にどこまでも、そのイデオロギーの言葉遣いを刻みつけ直している。イスラーム唯一神とは、 バッド者であり、皇帝、王の中の王、すべての同治領の主であると言われる。唯一神が皇帝である理由は、アラーフの他に王はないためである。真の皇帝は、唯一神のみであり、唯一神は、全人類の皇帝、審判者の中の審判者だという。日本神は、国家神道大日本帝国が存在した時代では、日本の皇帝が、 唯一神として見なされたり、人間形態として掲示された唯一神と主張されたりすることもあった。唯一の皇帝とも説かれる。例えば、東京帝国大学の比較宗教学者だった加藤元知は、天皇は日本人にとってユダヤ人が唯一神と呼んだ一つの地位を占有していると論じていた。日本大百科全書によると、明治維新。 王政復古によって再生一致が政治理念の基本とされ、天皇は国の元首かつ神聖不可侵な現人心とされた。ここには人と神の間に断絶のない日本古来の神観念とは全く異なる一神教の神観念が取り入れられていた。天皇は絶対的真理と普遍的道徳を体現する。 思考存在とされ、あらゆる価値は天皇に一元化された。東、アジア学者の石川さとみによれば、日本人にとっての天皇は、彼らの唯一神、すなわち天皇とも表現される。唯一神と天皇を、同じ唯一者として、信じるように、イスラームへ命令が下されることもあった。例えば大日本帝国は、ジャワ島のムスリムたちへ、メッカよりも東京に礼拝し、 日本皇帝を唯一神として来参せよという日本軍の命令を伝えていた。現代推論されるところでは、加藤現地は西洋の絶対神が合理主義で批判されないことを見て天皇を絶対神と同様に説明した言論を広め批判を封じようとした。しかし西洋人からすればモンゴル人種または黄色い猿である天皇が 日本人によって絶対神と同一視されていることが西洋で驚かれ嫌をされた。戦時中には天皇想定論がもてはやされるようになった。天皇想定論とは、当時天皇信仰の首相者、世紀の預言者と呼ばれていた幕末の国学者、多くに高政が唱えた議論である。これは、要するに天皇は世界の皇帝たちよりも上の地位にあり、 歴史の必然として世界の想定であるという主張だった。第二次世界大戦に至る中で発酵一宇は天皇想定論であり、それはまた党であると認識されていった。このようにして多くに高政のような国学者たちが足掛かりにされ、発酵一宇が日本建国の理念へと結合されて伝統の発明が完成した。スポーツ界では 一流、特に世界最強クラスで、圧倒的な実力を持ち君臨する選手に、歴史上当該選手の母国に皇帝がいた場合、尊敬と異敬の念を込めて、皇帝との相性がつく場合もある。ありがとうございます。